どうもこんにちは、ヒロです。今日のお菓子はレモンケーキです。今回はこれ、100均の型で作っていきます。このレモン型かわいいですよね。これが100均で買えるなんて驚きました。本格的なレモンケーキの味に仕上がるレシピ、レモンの香りも酸味もしっかりな抜群に美味しいケーキですよ。では早速作っていきましょう。バターを溶かして型に塗っていきます。ハケがない場合は指で塗っても大丈夫ですよ。全体的に塗り残しがないようにしっかりと塗りましょう。ベーキングパウダーは少量なので粉とよく合わせて混ぜておきます。レモンの皮を削っていきます。削るときは皮の黄色い部分だけを削りましょう。白い部分まで削ってしまうと苦みが出てしまってえぐみが出てしまうんです。レモンの皮と砂糖をよく混ぜておきます。これで砂糖にレモンのいい香りが移って仕上がった時により風味のいいレモンケーキになります。レモンの汁を測っておきます。種を取るためにこしていきます。生地とケーキの上のアイシング用に使うのでこのタイミングでそれぞれ測っておきましょう。粉類は大きいボウルにすべて一緒に振っておきます。このボウルにすべての材料を入れていくためです。バターをレンジで溶かします。バターが完全に溶けたら大丈夫です。事前準備ができたのでそのままオーブンを予熱します。では生地を作っていきます。全卵をよく溶いてグラニュー糖、レモンの皮を入れて混ぜます。全体的に混ぜれば大丈夫です。振った粉のボウルに全卵を一気に入れます。粉気がなくなるまでしっかり混ぜてください。続いて油、溶かしバターを入れます。油は無味無臭の植物性油だったら何でも大丈夫です。全体的に混ざり生地がツヤツヤするまで混ぜます。最後にレモン汁を入れゴムベラで混ぜていきます。そこ周りに生地がついているのをきれいに取るため仕上げにゴムベラで混ぜます。これで生地がより均一になりますよ。全体的に混ざったら大丈夫です。生地を絞っていきます。型の8分目ぐらいを目安に絞ります。レモン型の先っちょの部分結構膨らむのでこれぐらいが目安です。ではオーブンで焼いていきましょう。焼けました。焼けの目安は表面が薄く茶色くなったら一度串を刺してみて生地がついてこなければ OK ですよ。そのまま型から外していきます。焼けどには十分気をつけてくださいね。熱すぎるときはミトンを使用するか軽く熱が取れてから外すのでも大丈夫です。シリコン型なのでどうしても焼き色が均一にはできませんね。でもなんかこれはこれで可愛い。この感じおまんじゅうみたいですね。そのまま網の上で粗熱を取ります。
粗熱が取れたのでレモンケーキの表面をコーティングするアイシングを作ります。まず湯煎の準備をしておきます。粉糖にレモン汁を入れたら混ぜて完成です。このままだとトロトロしすぎてたっぷりついてしまうので湯煎で温めてサラサラの状態にします。アイシングはそのまま温めながらつけていきます。湯煎の火は止めちゃって大丈夫です。少し硬いかなと感じる場合は水を少しずつ入れてサラサラ具合を調節してください。刻んだピスタチオをつけます。アイシングはすぐ固まってしまうのですぐにのせていくことがポイントです。